はい、みんな静かになさい。聞いてるだろうけど、変身術は極めようと思ったら一生かかる覚悟がいるぐらい難しい魔法なんだ。だけどおじけづくことはない。変身術はほとんどのものに使える。対象の中に秘められた可能性に気づけばね。私があんたたちの中に偉大な魔女や魔法使いを見ているように。まあ勘違いかもしれないけど。じゃあやることは分かってるね。よくできたね。今学期の進み具合についてお話があるとか。ああ、どうやら何の問題もなく進んでいるようだね。それに率直に言って今年は学業も抜きんでてるよ。ありがとうございます。追加の課題が助けになりました。そうだろうと思ってたよ。さて、どうやらフィールドガイドの情報をそれなりに活用できているようだね。ガイドだけが成功の基準じゃないけどね。あんたは素晴らしいエデュレス薬を調合できると聞いたよ。役に立つ薬だよ。もっとも使わないで済むのが望ましいんだけどね。ありがとうございます。言っておくけど、あんたの今までの成果には特に感心してるんだよ。もちろん噂されてる学校外の活動を踏まえるとね。杖を手に入れた後にオリバンダー老人と長話をして、それからフクロウ小屋を調べた件。それにフィグ先生が何か関係してるのかい？フィグ先生はできる時に探検すべきだって勧めてくれました。フィールドガイドのために。なるほど。学びを求める姿勢には感心するよ。でも授業とフィールドガイドはあんたを十分に教育してくれるのを忘れないように。もう間もなく学年末だ。フクロウのための備えは万全にしておいた方がいい。その時が来たら準備が整えられるように最終評価を行おう。とりあえずはよくやったね。もう戻っていいよ。今日はよく頑張ったわ。これで授業は終わり。新しい呪文は課題が終わりました。ボンバーダの指南をお願いします。いいわね。さて、この魔法には注意事項があるわ。どうしても必要な時にだけ使うのよ。もう分かっているように、爆発の魔法は人に怪我をさせる恐れがある。唱える時は十分注意しなさい。学校で教わってもいい呪文ですか？むしろ学校で習った方がいいのよ。使い方を正しく指導できるからね。さて、
杖の動きは正確でないとダメよ。手が吹き飛んでしまったら困るからね。さあどうぞ。杖の動きがとても落ち着いているわね。爆発の魔法は非常に不安定なことを忘れないように。よくやったわね。さあ実践に移りましょうか。あのカボチャに魔法をかけてごらんなさい。カンフリング。学んだら即行動。素晴らしいわ。ボンバーだ。素晴らしい杖さばきね。これからも今のように呪文を唱えて自信を持って制御するように。少しお話ししませんか。ディーク、食器のことを教えてくれるってウィーズリー先生から聞いたよ。ああ、ごきげんよう。そのことですが、ディークは思ったんです。この部屋には動物のためのスペースが必要なようです。前に言ったようにディークに考えがあります。ディークは魔法の食器で魔法をかけた服を試す方法を知っています。それとその過程で友人を助けられると。どういうこと。屋敷しもべ妖精のトブズが近くの洞窟で主人のために昼の汁を集めているんです。主人はトブズを洞窟から出しません。ディークは洞窟は雲だらけだと知っています。それってひどいね。ディークはここしばらく友人と連絡を取っていません。あなたが食器で作ったものには役に立つ魔法がかかっています。トブズのことを調べつつ試してみては。わかった、任せて。トブズを見つけてくるよ。ありがとうございます。ディークの古い友人のことよろしくお願いします。ここがトブズの洞窟か。とにかく中に入ってみよう。ボンバーだ。コフリンゴ、レベリオ。動物の主人ってひどい人だな。トブズ、トブズ、ディークに言われてきたんだけど、そこにいる？コフリンゴ。
コフリンゴ。なんだかどんどん心配になるな。コフリンゴ。コフリンゴ。レベリオ。デファルト。まさか、あのしもべ妖精がトブズなんじゃ。かわいそうなトブズ、クモの群れと置き去りだなんて。洞窟から戻ってきたよ。素晴らしい。そのディークが心配していたとお伝えいただけましたか？ディーク、言いにくいけどトブズはもう亡くなってたよ。結局
雲の餌食になったみたいだ。ああ、そんな、ディークが恐れていたのはこれです。あの洞窟にずっと一人でいるなんて、かわいそうなトブズ。ディークとトブズは同じご主人に仕えていました。ご主人が亡くなって離れ離れになったのです。ディークはずっとトブズもホグワーツに送られればと思っておりました。ディークは優しい方にお仕えできて幸せです。ディークは友達が恋しくてなりません。彼に乾杯を。この重く沈んだ心で。友達のこと本当に残念だよ。ありがとうございます。お優しいですね。ディークは一人で考える時間が欲しいのです。もしよろしければ。おっと、予想外だけど嬉しい。中で何が待ち受けてる？いたいた。よかった。セバスチャン、あなたが言ってた異物だけど。スリザリンの生徒がこの地下墓地にある石棺を研究中に異物に出くわしたらしい。その生徒のレポートによると持ち出すことは許されなかったらしい。だからまだここにあるはずだ。前にも言った通り、この異物は闇の魔術の呪いを解く力を持つ者に与える。それがこの地下墓地にあるなら見つけないと。アンのために、アンに会わないと。準備はできてるよ。終わったらアンのところに行けるんじゃないかな。よし。ところでオミニスが君のことを聞いてくるんだ。僕たちがしてることを話してないよな。言ってない。絶対。よかった。オミニスにバレたら怒るだろうからな。この地下墓地、読んだ内容とどれくらい違うんだろうな。ひどい匂いはきっと成功の香りだろう。おじけづくのはまだ早いぞ。エクスペリオン苦しい。他にも何かいるのは分かったね。今ので全部かもしれない。ここに虫がいない。デファルト、アクション。まあ、雲は虫じゃないけどね。勘弁してくれ。また一匹クモがいなくなった。よく眠れるね。コンフリンゴ、コンフリンゴ、アクション。墓地じゃないみたいだ。コンフリンゴ、よく問題が起きるって聞いたことがある。大体は仲間だ。それで廃墟になる。そうだ。でも僕らは大丈夫。
レベリオン。壮大な雰囲気で？壮大な雰囲気だけじゃないさ。骨が積まれた祭壇だって素晴らしい。骨が棺の外にあるなんて、なんだか変な感じ。祭壇のそばに何かある。レベリオ。何を見つけた？生徒の日記の一部みたい。異物のために戻って骨を使ったバリケードを作る計画が書いてある。やっぱりあの生徒は広間の先にある空間について書いてた。ここは行き止まりじゃないってことだ。見たいならレポートを持ってる。手分けしよう。骨のバリケードを頼む。僕は何か見逃してないか調べてみる。ページを手放すなよ。まだ何かあるかも。他にも何か。次の課題は服従の呪文を学ぶことだって。本当に？面白いな。この部屋の先に進むことに集中しないと。でもしばらく考える時間をくれ。その生徒が他に何を見つけたのか興味あるな。見てくれ。残念ながら名前はない。でもスリザリンにとっては呪文の本に隠しておくほど重要だったってことじゃないかな。もっと調べる価値がある。もちろん。それじゃそのバリケードを探すことにする。頼む。想像してたより深いな。見ろ、通路の両側に。デファント！よし、全部の石をひっくり返した人。この場合は骨だけど。レベリオ。デファルト。墓場にいるんだから不気味な音くらい普通だよ。アクション。アクション。ヴィンガーディアムレビオーサ。アクション。クルーシー。エキスペリアン。また一匹クモがいなくなった。今夜はよく眠れるね。アクション。ヴィンガーディアムレビオーサ。アクション。ヴィンガーディアムレビオーサ。アクション。ヴィンガーディアムレビオーサ。やったな。分かってたよ。肌じゃなくて骨で感じた。うまいね。その生徒の日記に服従の呪文のことが書いてあるんだ。それが必要になるかもしれないな。許されざる呪文は数で劣勢の時に役に立つんだ。使用者は呪文をかけた相手を完全に支配できる。だからインペリオを覚えたいなら教えてやる。どこで服従の呪文を覚えたの？自分で覚えたんだ。オミニスには言うなよ。自慢できるようなことじゃないけど役に立つ可能性はある。君も覚えておくべきだ。
覚えておいた方が良さそう。そうだ、命を守るための呪文は許されるべき呪文だ。君には責任がある。長い間誰も見なかった力を持ってるんだから。杖の動きに集中しろ。簡単にはマスターできないぞ。行くぞ。先に何かある。注意するんだ。結構な間誰も来てないみたい。コフリンゴ、アクション。レベリオン、こんなのアクション。ずいぶんおだてるな。まあね、うまくいったな。いいぞ。ウィンガーディアムレビオーサ、アクション。ウィンガーディアムレビオーサ、
アクション、ウィンガーディアムレビオーサ。アクション、レビオーサ。ここの骨の連中よりずっと優秀だよ。お見事。スリザリンの生徒がここに惹かれたのも分かる気がする。インベイン。諦めるのは早いよ。レベリオ、セバスチャン、見て、異物だよ。もしかしてメモと異物の描写一致する。多分ここに異物を置いたんだよ。信じられない。でも何もかも辻褄が合う。本当に見つけたんだ。異物の潜在能力を引き出すには闇の犠牲が必要ってどういう意味だと思う？わからない。でもここには異物のために来てる。日記にある忠告のことは気にしない。異物を持っていこう。そうだな、これは定めだ。アンのために僕が持ってく。フェルドクロフトに行こう。この異物、オミニス、さっきから聞こえてた物音は君だったのか。悪いな、持っていくって決めたんだ。待って、二人とも。セバスチャン、お願いだから下がって。いいぜ。でもオミニスは僕が戦いから引かないって知ってるぞ。信じられない。どこから聞いてたの？全部さ。君が異物を取るようセバスチャンをそそのかすところもね。セバスチャンは調査を終えた。何してるかは分かってる。セバスチャンがそういう時は大抵無謀だったり危険だったりする時なんだよ。止めないと。彼の意志が変わらなかったら？何かあるはずだ。手を貸してほしい。そうだね。セバスチャンが思うよりずっと危険そうだし。意見が一致したな。異物を持ち出させるわけにはいかない。確かに話すべきだけど、異物を手に入れるのは止められないんじゃないかな。何が言いたい？交渉しようって言いたいんだよ。セバスチャンが異物を持ち出すのに一つ条件をつける。今回だけ、次はない。それは書斎で合意したんじゃなかったか。俺はバカにされてるんだな。そんなわけない。友情に傷をつけない方法はこれしかないよ。何が最善か分かってるって信じよう。分かった、俺も信じる。でも闇の魔術は手遅れになるまでは無害に見えるんだ。行けよ、異物を持って。俺はもう何も言わない。後悔することにならないといいな。セバスチャン、
準備できたよ。オミニスは違う。行こう。説明は後で。さあ。あそこで何が起きたんだ。オミニスとは話し合ったから。オミニスは君とちょっと一緒にいるだけで心変わりしたって。この遺物は重要なものだから、あなたにチャンスをって説得したんだ。レベリオ。話してくれ。大事なことは全部確認済み。保証するよ。ミスが僕のことを気にしなかったのがらしくない。きっと苦しんでたんだよ。全部納得してても受け入れられるかそのことだから。僕が諦めないのは分かってくれてると思ってた。本当に大事なことだから、あのために。まずいぞ。どうしたの？ソンラクの隣から煙が。急いで向かおう。無用だ。手出し無用だ。グリンゴ。スペリアン。何をした？アンを助けたんだよ。許されざる呪文でか。あの本を読んだな。お父さんがどう思うか。やりすぎだセバスチャン。アンに近づくな。私たちにも。おじさんは何のつもりだったんだ。服従の呪文がアンを救った。あのゴブリンは妹を殺す気だったんだ。すべきことをしたんだ。証明し続けろって言うならそうする。僕の家からも妹からも僕は遠ざけられたりしないぞ。少し落ち着いてもらった方がいいよ。おじさんと話していい？少しは緊張をほぐせるかもしれない。君の言う通りかもな。わかった、しばらくここには近寄らない。
ホグワーツに戻るよ。何を考えてたんだ。すみません、サローさん。セラシアンがしたことは容認できん。まさかあいつをかばうつもりではないな。私たちはランロクの信奉者に遭遇しました。あのゴブリンはアンを殺すところだったんです。この一家は闇の魔術を使わない。たとえ相手が敵であってもだ。セラシアンがしたことは許されない。そうやってセラシアンの行いをかばうとは、その姿で全部わかるぞ。お前もあいつと同罪なのだな。あいつは今後フェルドクロフトやアンに近づいてはならん。許されざる呪文というその名には理由がある。お前たちのどちらかでもこのままの道を進み、闇の魔術を使ってみろ。すぐに校長に知らせるぞ。覚えておけ。なぜだセバスチャン。